コーリオニオンラインって本当に面白いアプリだよね。面白いよね。ところでメイちゃん、クエスト終わった？終わったよ。終わったのかよ、チキショウ。いや、ミサキお前口悪すぎだろ。だってチムバトとかハタトリとかでも MVP3 回も取れるわけねえじゃん。無理だよ。やれば取れるよ。取れねえからぶち切れてんだろ。てめえ私に喧嘩売ってんのか？怒ったミサキちゃん可愛い。見たどうだ。まあ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 。てかお前ら二人とも怖えよ。はい、今回は伝説のマナッチさんの、バグ映像をお届けしたいと思います。どうぞ。はい、こちら伝説のマナッチさんなんですけども、これはロビーですね。ロビーでなんとカップルエフェクトの虹が地面に突き刺さってるというね、恐ろしい事態が起きてるわけですね。これ距離を空けて見るとですね、どうなるのか。なんと直角に90度で地面に突き刺さってるわけですね。ん？今ロビーにいるねんけど。バグやん。バグっとる。あ、これはどういうこと？いや、なぜか俺がいるんだけど。これどういう状況？マジでどういうバグ？ということで、伝説のマナッチさんから映像いただきました。ありがとうございます。どうだった？なんちゅう顔してんねん。だって伝説のマナッチさんかわいそうなんだもん。カップル相手が地面の底に埋められてるんだもん。それを考えたら泣けてくる。私も泣けてくるわ。おめえもかよ。お前ら感情めちゃくちゃだな。もういいよ。以上、共感アニメでした。聞き越してがんねば俺の私の音を君が包むだけ。おーおーおー、時が来た今を。おーおー、エゴ放つのさを。おーおー、うちにこもってくる遺族。